こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では大人の男性にアクセサリーは必要なのかというテーマでお話をしてみたいと思います。まあアクセサリーと聞くとなんかチャラいなって感じたり、もしくは自分とはなかなか縁がないなと感じる方が非常に多いかなと思います。確かに30代40代の男性を見てるとアクセサリーというものをしている方はかなり少数かなと思います。僕の感覚値だとだいたい 5% から 10% ぐらいの間なのかなと思っています。まあアクセサリーというのは特になくても成立してしまうものなので、わざわざそういったものを取り入れない方は多いのかなと思うんですね。ただこのアクセサリーというのをうまく使えるようになると、よりおしゃれに見せることができるようになるのかなと感じています。そもそも人というのはどういう時にあの人おしゃれだなって感じるのかというと、僕の中では人となんとなく違うなって感じた時に僕はあの人おしゃれだなって感じるかなと思っています。僕はこの YouTube の中で大人の男性はベーシックで定番的な着こなしを楽しみましょうってお話をしてるかなと思うんですが、もちろんそういった着こなしにはたくさんのメリットがあるんですが、唯一のデメリットはあまりにベーシックで定番的すぎるとどうしても地味に映ってしまって、人との違いというのが出しにくいんですね。まあ定番ベーシックというところに軸足を置きながら少しだけ人との違いというものを出した方がよりおしゃれに感じやすいというところがありますので、そんな時に皆さんに活用していただきたいのがアクセサリーというジャンルなんですね。まあアクセサリーが苦手だという方もいらっしゃるかなと思うんですが、僕は多くの男性に少しずつでもいいのでステップを踏みながらアクセサリーというものを取り入れていただいた方がいいのかなと思っています。ただ一言でアクセサリーといっても様々なものがあるんですね。例えば耳につけるピアスですとか指輪、あとはブレスレットみたいなものもありますね。あとネックレスを愛用している人もいますし、あとはお財布につけるウォレットチェーンみたいなものもあります。まあアクセサリーといってもこのようにたくさんの種類があるんですね。ただその中で難易度が比較的高いものと割とこれだったら試しやすいものと2つに分かれるんですね。まあこの中で特に難しいのはピアスですとかネックレスみたいなアイテムですね。こういう上半身、特に顔周りにあるアイテムというのはなかなかですねキザになりすぎてしまって、僕たち30代40代大人の男性にはですね似合いにくいアイテムなのかなと思っています。僕も大学生の頃はピアスを開けていてそういったアクセサリーも楽しんでいたんですが、さすがに社会人になってからはですねピアスをすることは一切なくなりましたね。あとネックレスに関しても結構チャラく見えるのでなかなかこれは難しいなというのをですね、20代の頃に様々なネックレスを試した結果、僕はこういう考え方に至りました。このような様々なアクセサリーの中でファッション初心者の方にまずお勧めしたいなと思うのがブレスレットというアイテムなのかなと思っています。まあ、ブレスレットといっても様々な種類があるのでちょっと整理をしたいと思うんですが、僕自身もですねいろんなブレスレットを持ってるんですね。今僕がしているのはバングルというアイテムでシルバーでできているものなんですね。こういったものもあればこのようなビーズですとか石でできているようなものもあるんですね。ちょっとこの位置から見えづらいのでこちらに写真を出しておきたいなと思うんですが、このようなブレスレットというのも比較的使いやすいのかなと思っています。あとはこういったシルバーっぽく見えるですね小さな石でできているようなブレスレットもあります。主にですね僕はこの3パターンのブレスレットを愛用しているんですが、この中でまず使いやすいのはこういった石ですとかビーズでできているようなブレスレットなのかなと思います。ブレスレットの中でも少しカジュアル感があって着こなしのアクセントとしては使いやすいのかなと思っています。僕が愛用しているのはサンクというブランドのもので、ここはですねアンティークのビーズですとか天然石を使ってブレスレットを作っているブランドなんですね。よく見ると味わいのあるビーズでできているので、僕もですねこれすごく気に入って長く使っています。これはですね ZOZO タウンで1万円前後で売っていますので、よかったら皆さんもですねチェックをしていただきたいなと思っています。あと使いやすいのはこういったシルバーっぽいビーズの組み合わせでできているブレスレットですね。これはですね今から 3,4 年ぐらい前に本の撮影のために買ったブレスレットなんですが、先ほどチェックしたらまだビームスでですね同じものが売っていました。こちらは 4,000 円ぐらいで比較的取り入れやすい価格なのかなと思いますので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。まあ、このようにですねブレスレットにはビーズですとか石のようなものでできているものと、あともう一つ先ほどもご紹介しましたがバングルと呼ばれるものですね、こういったシルバーでできたものがあるんですが、こちらの方がアクセサリーの中でも少し綺麗度が高くてですね失敗するとキザっぽく見えるアイテムなんですが、僕は今はどちらかというとこういったバングル系の方を愛用するようにしています。ちょっと近くで皆さんにもお見せしたいなと思います。
今ですね、僕の手元に寄っているんですが、僕が右手にしているのはサンクのブレスレットですね。ターコイズカラーですごく色合いが綺麗ですね。特に夏場なんかにですね、リゾート地ですることが多いんですが、このような色鮮やかなアクセサリーというのも夏らしくてすごくいいのかなと思っています。様々な色が使われているんですが、結構細身なのでそこまでいやらしくならないのが一つポイントなのかなと思っています。右手にシンプルなブレスレットがあって、僕はこれ結婚指輪なんですが、薬指に1マスというブランドの指輪をしています。そして左手には時計をすると、アクセサリーのバランスとしてはいいのかなと思っています。はい、続いてこちらはですね、ビームスで購入したシルバー色のですねブレスレットになります。先ほどの石のものは結構さまざまな色を使われていたんですが、こちらはですねシルバー一色なので、よりシャープな印象になるのかなと思っています。ただですね、ここに一粒の石が入っているんですね。これが着こなしのちょっとしたアクセントになるので、個人的にも気に入っています。色合いを単色にまとめるとかなりスッキリとした印象になるのが分かっていただけるかなと思っています。こちらは4000前後で買えるので、説明欄にリンクを貼っておきますので、よかったらチェックをしていただきたいなと思います。はい、続いて3つ目にご紹介するのがこちら、バングルというアイテムですね。これが個人的には一番好きなんですね。ファンタスティックマンというブランドのもので、インディアンジュエリーをベースにしてるんですが、とてもシンプルで現代的なデザインに構築されているので、個人的にすごく気に入っているブランドの一つです。こちらも色はシルバーで、すごくシャープな雰囲気が伝わりやすいかなと思っています。線も細いので、そこまでですねやりすぎ感がないのも気に入っている点なのかなと思っています。このようにブレスレットといっても様々な種類があるんですが、僕の中では今回ご紹介したようなビーズ系ですとか石系ですとか、あとはシルバーでできたバングルなんかがおすすめなのかなと思っています。いずれにしてもあまり幅が広くないものを選んだ方がやりすぎ感が出ないので良いのかなと思っています。で、ついついですね、僕も重ね付けとかしたくなるんですね。右手に2つぐらいつけたくなるんですが、確かにそれはそれでおしゃれなんですけど、やればやるほど女性からの評価はめちゃくちゃ下がってきます。僕も2つぐらいつけてると奥さんにチャラいと言って怒られるので、できればアクセサリーの数というのは全体で3つか4つぐらいに抑えていただきたいなと思っています。僕の場合はバングルで1個、そして時計もですね、僕の中ではアクセサリーの一つとしてカウントしています。腕元に時計があるだけで着こなしの一つのアクセントになるので、僕は必ずですねオンでもオフでも時計をするようにしています。そして指輪に関しては、僕は結婚指輪をしてるんですけども、何かファッションリングみたいなものを指にですね一つだけつけるというのもですね、意外と着こなしのアクセントになるので、皆さんにもお勧めしたいかなと思っています。この中で一番優先度が高いのはブレスレットです。金額は4000円から、高くてもですね2万円ぐらいすればブレスレットいいものが買えますので、ぜひ皆さんもこういったものからトライをしていただきたいなと思っています。特に夏場は僕のようにですね半袖になることが多いので、この時にアクセサリーがあるかないかで全然印象が変わるんですね。ちょっと1回ですね全部アクセサリーを外してみます。はい、アクセサリーを全部外してみました。これがすっぴんの状態なんですが、やっぱり物足りなさを感じますね。というのも、今日の僕の着こなしはブラックのですねポケット T シャツ、無地を着てるわけですね。このようなシンプルな着こなしの時に何もアクセサリーがないとですね、やっぱり物足りなさっていうのを感じてしまうんですね。僕が普段から提唱しているベーシックなスタイルというのはシンプルで悪目立ちがしないので、すごくですねいろんな男性にも似合いやすいんですけど、でもそれだけだとどうしても退屈に感じられてしまうのがデメリットなんですね。ですので、こういった物足りなさをアクセサリーですとか時計で埋めてあげるというのが一番の目的なのかなと思っています。ここから一つずつアクセサリーを装着したいなと思うんですが、まずは指輪をつけて、そしてバングルをつけます。そして時計ですね、これもあるかどうかで全然雰囲気が違うので、ぜひ皆さんにもつけていただきたいなと思うんですが、時計に関しては最近だったら Apple Watch なんかがいいのかなと思います。ああいったものが一つ加わるだけで旬な雰囲気も伝わりやすいかなと思いますので、これから時計を買うという方は Apple Watch 検討してみるのも良いかなと思っています。そして僕が時々やるのが、このようなメガネですとかサングラスをですね、こういったポケット T シャツの中に入れ込むんですね。そうするとこの部分が少しアクセントになるんですね。このようなテクニックというのもよかったら皆さんも真似していただきたいなと思っています。ということで、今回は大人の男性にアクセサリーは必要なのかというテーマでお話をしてきました。なくても成立するものなんだけど、着こなしがシンプルだからこそアクセサリーがあることでちょっとした人との違いが出しやすいのかなと思っています。まずは価格帯を抑えたブレスレット、ビームスのものから取り入れてみるのもいいかなと思いますし、すでに何回かブレスレットを経験している方は、僕がしているようなバングルなんかを取り入れてみるのもステップアップとしてはいいのかなと思います。
正直こういったものも慣れだと思うんですね。最初は見慣れなくても何度かつけているうちに必ず目が慣れてくるのかなと思います。そして気づけばこういったものがないと物足りなさを感じるようになるのかなと思っています。僕はオンでもオフでも必ずブレスレットみたいなものもつけていますし、指輪は毎日つけています。時計も仕事の時には必ずつけるというのが習慣になっているので、ないと物足りなさを感じるぐらいなんですね。ですので皆さんにもぜひこのようなアクセサリーというものに見慣れてもらって、着こなしの幅を広げていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。